松の木をこう茂ってたところが枯れた後空洞化したところに、まあ、トイかなんかの海の中に、カシのどんぐりみたいなもんですかね、うん、あれが海が落ちてそこが腐葉土とかいろいろありますから、そこから下あの根を踏んでだん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 下に根を張ってきて、で外の松は完全になくなった状態で大きくなった。